Hello semuanya, saya Okaji。 先週のレッスンでは上手な褒め方について話しましたね。まだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。今日のテーマはその反対、上手な褒められ方についてレッスンしていきたいと思います。日本語学習者が褒められた時、僕が会ったほとんど全ての人はいいえ、まだまだですと言っていました。これね、正直古いです。まあ日本には謙遜という文化があるので、適度に使うのは問題ないですが、多用したり言い方を間違えたりすると逆に失礼になってしまう可能性があるので注意が必要です。そもそも謙遜というのは自分を控えめにする態度で、昔はそれが美しい、素晴らしいとされる日本独自の文化がありましたが、最近は少なくなってきましたね。なぜなら謙遜とは言い方を変えれば相手の意見の否定になるからです。例えば、おお、おかじ、最近仕事の調子がいいな。あ、筋肉先輩、お疲れ様です。いやー、まだまだですよ。この間のプレゼンも良かったよ。いえいえ、全然ですよ。さすが俺の後輩だな。いえいえ、そんなことないですよ。なんだこいつ、せっかく褒めてるのに謙遜ばかりしてとなるでしょう。じゃあどうすればいいのか、ポイントは2つです。まず1つ目、感謝を述べる。せっかく褒めてもらっているので、たとえ謙遜をするにしても、その前にまずありがとうございますと言いましょう。2つ目、おかげを使う。アパカカムカタフカタイに。おかげというのは誰かまたは何かによって主にいい結果がもたらされた時に使います。悪い結果の時に使うこともあるけど意味が変わるので、それはまた今度説明するね。基本的な使い方はこんな感じ。元気になったのは薬を飲んだおかげです。薬を飲んだおかげで元気になった。今朝のテストに間に合ったのは学校が家から近いおかげです。学校が家から近いおかげで今朝のテストに間に合った。合格したのはテストが簡単なおかげです。テストが簡単なおかげで合格した。日本語が上手になったのは岡地先生のおかげです。岡地先生のおかげで日本語が上手になった。
い、ちょっと説明が長くなりましたが、おかげの使い方わかったかな？これから日本語で褒められたとき、これらを参考にすれば。おお、おかじ、最近仕事の調子がいいな。あ、筋肉先輩、お疲れ様です。ありがとうございます。筋肉先輩の教え方がいいおかげですよ。なんて可愛い後輩だ。となるはずです。モンキンや。いずれにせよ、謙遜ばかりはもう古いので、日本語で褒められた時は、ありがとうを伝えたり、おかげを使ってみてくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。